皆さんこんばんこばは声楽の田川里穂ですえ今日はですね「サンプラザ中野さん」ん「中野サンプラザ爆風スランプのランナー」をイントロにしてみました。走走る走る俺たちっていうのが私が小学生の最後の頃かなんちゅうの時にもう本当に大ブームが起きてで私はあの卒業音楽会にあのクラリネットの3人組で。 あの何か演目をっていう話になったのでランナーをやりたいと言って私はこれを耳でコピーしてっていうのをコピーして賛成にっていうのを作ってえっと発表したのを覚えていますすごい懐かしいその方が今日たまたまテレビに出ていてあの中野にある本当のあのホールがあのこれからどうなるかっていうお話であの 出てらしたので超懐かしいと思って。今日皆さんにご挨拶する。オープニングにはふさわしいわと思って。<music> っていうのをあの選んでみました。皆さんいかがお過ごしですか？毎日暑いですね。私もですね。あの声がやられそうなぐらい。あの暑くて寒くて暑くて寒くてなんですけど。あの？ どうやって健康この喉の健康を保ってますかとかよく言われるけど私はあまり気にしすぎない人間らしく楽しくしていることで逆にこう免疫が上がって元気になれるっていう気がするのでそのたバコ、まあ、とかお,お酒とかは私は全然ないのであれですけどその他のなんの何か喉に悪いという噂があるものも別に。 自分が本当にそれが裏付けがあるような確信のない限りはやりませんしあやりませんしじゃないねあのそ,のそれを信じませんしあの美味しいものを食べて楽しいメンバーで食べてっていうのを心がけているので風邪をひいてもうゲホゲホで声が出ませんっていうことはあんまりないですね。あとはは腸内環境を整える工夫はしてますで ですよ皆さんと今日お話ししようと思ったのは今日あの1対1で7分間ずつあの団員さんたちの声を聞くっていうのをやってきたんですけどその方たちの声を聞いてて私が愕然としたのが毎回必ずちゃんと伝えているべきことだし伝えたはずのことなんだけど一人一人聞いてみたら意外とそれがこう具現化できていなくてですねあ,あ ダメだこれ、このままじゃあの彼女たちがね元気に歌い続けることができなくなっちゃうと思ってすごく危機感を持ったんですけどあのいろんな先生のいろんなアドバイスを聞くと思うんですけどいろんな先生のいろんなアドバイスを聞いてそっか分かったで分かった気になるんじゃなくてそれを実際に試してっていう話は前の、ね「実感」っていう動画とかでも言ってるんだけど試して本当に前かいって走る走るって。 言っているつももりでも前で「走る走る」って言ってるつもりでも実はこの辺で「走る走る」ってやってることはないですかもう分かってるよタガはもう前でしょってもう前で集め前でこうポンと発音して息と一緒に前に出していくんでしょ分かってるよだけど分かってるかもしれないけど分かっている気がしてでやっている気がするけど本当にそれを実感 こうできているかっていうのはまた別の話ですよね。多分私の代わりに講義できるぐらい頭には入ってらっしゃる方はいっぱいいると思うんだけど、それを実際に行動に移すためには相当アクションを起こさないと変われないんですよね。で、相当アクションを起こさないとその本当の実感っていうところに行かないんだけど、 走る走走走走るグリグリ走るですか走るですか,走ですかっていろんなとこ食べる「おぉ」とかいろんなとこ試してこれはまさかないだろうっていうのも全部試した上であそっかっていうところに行くんですよね。なのであの今日私たちは彼女たちと一緒に過ごしてあそっかもっともっと実感に近づく指導をしていかなきゃいけないんだなと思ってみんなで今日その問題点を共有できたので。 結果的にはい,い時間を持ってたんですけど皆さんも私の動画を見て「知ってる知ってる田川それやってる」って分かってる分かってる,って,るって思った気にならないで田川が言っていることをもしもそうだなと思うのであればやれているかい実際に自分が試せているかなっていうのをもう一度あの自分に聞いてみてください。本当にやっていていいるるつつももりり歌え 歌っているつもり、前で言っているつもり、り前でで、言っってていいい。るつつもももこのののが本当に良くくないのであのその疑問を持ってくださいもしかしたらできていないかもしれないもしかしたらその通りになっていないかもしれない誰かに聞いていただいて必ずチェックをしていただいてもちろんご自,自分の先生でもいいし信頼できる歌が分かる方でもいいしどのタでもいいので聞いていただいて本当にそうなっているかどうかっていうのをチェックする日にしてください。じゃあ皆さんまたねー